素メインイベントを行います。アポロよりチャレンジャー三田宮邦彦入場。
それでは、ブルース王子光本選手にデビュー6周年を記念いたしまして、今大会の協賛でありますバー一区オーナー渡辺潤様、並びに今大会協賛でございます宮城ゲストハウス宿屋萩のオーナー今野正幸様に激励の花束の贈呈でございます。渡辺様、今野様、よろしくお願いします。本日のメインイベント FEC 競輪系世界マーシャルアーツ選手権60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャー西内プロレス175パウンド見た目がクリコー、赤コーナーチャンピオン110パウンドプロレス王子光本、足を重いのエンブレー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 エンブ
めだ。大丈夫でしょうか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ダメだ。ダメだ。ちょっと、ちょっと。逃げろ、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 
じゃあどっちも届くよ、もう手も足も。ありがとう、みんな。
頼むよ、そろそろ。チャンスだ、見た目。見た目疲れてるぞ。疲れてんぞ。疲れてんぞ。返せ、返せ、返せ、ほら。返せ。タッチじゃない。タイトルマッチイング、タイトルマッチだよ。はい、倒れだ。おい、レウリー、顔蹴ってるよ。フープ。踏んだり蹴ったり。
おい、見た目返せよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9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 、
応援してくんないと。おい、見た目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 。いやいや、もう早く逃げろよ、お前、そんなんだったら。なんだよ。応援ゾンなんだよ。本当だよ。もういい。いや、欲しがんじゃないよ。もう一回。見た目、見た目、見た目。いや、だからよ、もういいこの余裕があるんだったら早く逃げろよ。もういいよ、もう。逃げろ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。もう少し、もう少し、ほら、もう少し、20分経過、20分経過。10分だぞ。お客さんだって暇じゃねえぞ。いや、もう、早くほら、あ、見た目余裕だ、余裕だ、見せろ、見せろ、チャンピオン。チャンピオン疲れてるよ、チャンピオン。お前疲れてねえんだろ。見た目見た目ドキドキしないよ。見た目返せ、ほら。ほら見た目。おい、付き合うな、付き合うな、もう。見た目支持率下がってるよ。ほら見た目返しろ。そろそろ見。もういいよって声聞こえてきたよ。みんなそういう気持ちになってる。本当だよ。そろそろ見せないと。本当だ。ちゃんとやつ。もう顔芸とかじゃダメ。もう顔芸じゃダメだよ。あ、見た目はほら、よくよく見た目、チャンスだよ、今。やばいぞ。チャンス、チャンス。ほら、いけいけいけ。7! 8! 9! 10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 
えいやー、どうやったんと入れてもいい。どうやったんと入れてもいい。どうやったんと入れてもいい。サーティン、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 フィフティン、フィフティン、フィフティン、シクスティン、じゃあセブンティン、セブンティン、エイティン、エイティン、ナインティーン、
見た目おお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 I'm not.
20週間。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 20週
平均値ルールですよ、20で。ナイン、アンディチェンジ、アンディチェンジ、イレブン、ジョイカンディイレブン、フェイク、トゥイレブン、サーティーン、サーティーン、フォ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 よし、よし、来たね、よし、見た目、見た目、ちょっと悪いよ、お前、見た目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 、逃げる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 、
2着は買ってもらえねえぞ。ちょっと意地見せろ、マジで最後ぐらい。いやー、おい、見た目どうした見た目このままじゃ終われねえぞ、お前。仙台まで来たぞ。ここは返そう、ここは返そう。ねえな、俺だ。次、お前挑戦したいから。おう。けどな、今日のこのタイトルマッチの勝者は次、6月25日、東京大会でダークネス・アルティメット・ドラゴンズ王者のタイトルマッチが決まってるんだ。だから、せっかく今日、ジャイアント・小浜に勝ったのかもしれない。でも、次の挑戦者はもう決まってるから、今日、もう一個言うけど、東京大会 6.25 新木場大会はレザーなのでエキスなので、その場合の今日、見た目だと東京大会やってくれ。レザーの東京大会 X の間は見た目やる人は、せっかく今日苦労して後輩に勝ったのに、後輩に勝って今日挑戦名乗り出てくれたのごめんな。でもまたいつかこのベルトを挑戦しませんか。その時はやろうな。あ、今どうなんだ、本当に。本当に完璧だったよ。完璧だったよ。完璧だったよ。あの、次回の大会で認め組を VS レザーフェイス決定したものでございます。誰が次の防衛戦の相手だよ。ダークネス・アルティメット・ドラゴン・ソルジャーです。誰だよ。誰だよ、それ。それでは見事王座5度目の防衛に成功いたしました三本選手に勝利者インタビューを行いたいと思います。番長さん、まず5度目の防衛、そしてデビュー6周年大会を勝利で飾った今の率直な気持ちお聞かせください。負けた。三田目さん、今日は遊んじゃったよ。俺は君弱すぎるよ。ゲームな。それでも俺がよ、見た目を挑戦したのは一勝一敗、昨年のリベンジで一勝一敗いいもんだったから、完全決着二勝一敗つけたかった。だから今日はもっといい相手、自分は候補に挙げても先輩大会を目にあえて6周年を見た目が指名したけど、見た目がさ、またやりましょうとはもう言いません。これを気にしましょう。お疲れ様でした。そして先ほど調印式であったように、ヒロネスになる夢を立たれるかどうか、世代フィールの中でですね、2011年震災があって、そこから立ち直る東北の人々の姿を見て、そこに胸を打たれて改めてプロレスラーの道を目指した三本選手、そして2011年6月メキシコの地で、プロレスラーデビューを果たして今6周年記念興行を勝利で飾ったわけですが、改めて東北の皆様の前で勝利を飾ったということで、この東北の方々に伝えたいお気持ち、三本選手はあると思うんですが、そちらの方どうでしょうか。そうですね、
まあ中学の頃から、プロレスラーに、なりたくて、でもなれなくて、2005年あの破壊王橋本信也さん、憧れの橋本信也さんが亡くなって、もう一回プロレスラーになる夢を、目指して、そして日本で挑戦して、なれなくて、そのメキシコのライセンスを取って一旦帰国したと、あの震災があって、そして震災直後に自分のこれが最後の挑戦、これが叶わなかったらもうプロレスラーの身が諦めると、ラストスパートでメキシコに渡って震災の期待した方たちに勇気づけられてプロレスラーになることができました。そしてその復興をテーマにやってきた自分がデビュー6年目のデビュー記念日、あの忘れもしない6年前の前にプロレスラーに、慣れてから今日この日、東北被災地でようやく、初めて試合をすることができました。本当に今日平日忙しながらみんな応援してくれて本当にありがとう。3.11 から、メキシコに飛んで6月19日というのは丸100日という、まあ、偶然なんですけど100日ちょうどでの、デビューを果たしたということで、その辺の数字のレギュラーさについてはいかがでしょうか。いや、まあ、100日っていうのは、まあまあ、偶然が生まれなくて、ね、でもね、本当にでもあの震災の後もね、まあ、日本デビューしてから2013年初めて仙台に来て、あの日本シリーズで、まあ、自分は実際、まあ、夢を、まあ、与えるはずの人間であるはずの自分が、あの日本シリーズで、楽天の当時今ヤンキースにいる当時楽天の田中正樹選手が160キロの熱投とか、楽天唯一初の、日本一とか、ああいう東北に、すごい、エネルギーをもらって、まだまだ自分には力の差を感じました。そんな時、仙台の方たちはね、仙台で試合するには僕たちは応援するから絶対将来来てくれと何でもお前から言われて、そして今回こうして、考えられたこと、そしてその人たちが今日、この会場に応援してくれるということ、本当に、これは感謝の気持ちを高いです。ありがとうございました。汗筋肉痛ですよ。そして水野選手、今日、タイトルマッチの勝者が次の王座防衛戦として6月25日東京新島大会でダークネスのアルティメットドラゴンソルジャー、挑戦を迎え撃つことになることになっております。ということは水野選手が今日防衛しましたので、水野選手対ダークネットアルティメットドラゴンソルジャー、ダークネスアルティメットドラゴンソルジャー、こちらが決まっております。その迎え撃つ気持ちいかがでしょうか。そうですね、仙台から、来る前に、この6日後の防衛戦なんですけど、仙台に越して2日前に来る前に東京の人たちから、どうしても、東京で大変な街が見たいから、だから絶対僕らとして帰ってきてくれ、頑張ってきてくれと、言われて、仙台に越して初めて乗り込んできた、来ました。そして王座としてこうして東京へ戻って、まあ、チャンピオンとして、また大変な街を、ね、東京のファンの皆さんに、2年ぶりに見せることが、これでできたので、また東京大会もね、防衛できるように頑張ります。今水野選手からお話があったように、東京のファンの方に必ず仙台で勝って東京に帰ってくると、約束して、そして見事、約束通り勝利を果たしました。今日の勝利がなんと2014年10月26日の勝利からなんと18連勝勝利を収めております。これについてはいかがでしょうか。一緒そうですね、今日は2勝1敗という、2勝1敗という、ことで、相手を、前で見た目を指名しましたけど、これから先もっとね、見た目が国とかもこれが多分最後になるので、もっと、辛い相手との試合になると思いますし、
簡単に勝たせて、もらえるような、ね、楽な試合は絶対ないので、それでもそのベルトをね、価値を、高めていくために、どうも、目の前の試合を一つ、一生懸命、勝ち続けていきます。それでは最後になりますが、6日後の東京大会、磯尾選手の誕生日、こちらメインイベントとして、3年連続東京大会メインイベンターとなります。改めて本日の勝利を収めたこと、そして6日後の東京大会に向けて、この仙台のファンの方と、それから、東京の大会待っている東京のファンの方に向けての抱負、メッセージいただけますでしょうか。今日ですね、こうして勝利することができて、東京のファンにも、まあ、今日来れなかったね、東北の、人たちにも、勝利して、勝利できたと、素晴らしい報告ができると思います。また、今日から、仙台、東京、名古屋、福岡、今年初の全国ツアー開幕ということで、これから東京の名古屋、福岡、まだまだ先は長くあります。だから、またこの、東北にも、東北に戻ってこれた時もね、また東北のファンの皆さんに、今日来れなかったこともね、また次、来てくれると思うので、その時は、またね、東北のことでも感動してもらえるような試合ができるように頑張りますので、どうか、またこの僕を信じて、その僕がこの帰ここに帰ってくるまで、帰ってくるその日まで、どうか、待っててください。本当にありがとうございました。本日のイベントは勝者プリンストプロレス王子水元